運転席西ドイツ国鉄420系電車は、旧西ドイツ国鉄の S バーン向け電車である。1969年から1997年にかけて合計480編成が製造され、初導入のミュンヘン S バーンをはじめ、シュトットガルト S バーン、ラインマイン S バーン、ラインルール S バーンに導入された。1972年ミュンヘンオリンピックの開催に、 合わせて開業したミュンヘン S バーン向けに開発された経緯からオリンピック電車とも呼ばれる。交流15000ボルト16.7ヘルツ、河川周電式の交流型電車で全電動車の3両固定編成である。制御方式はサイリス体操制御で最高速度は時速 120km。出力 200kW の直流整流子電動機を1両に4機。 搭載する。駆動方式は吊り掛け駆動方式、台車は民電式である。車体は、戦闘車は高性、中間車はアルミ製である。戦闘車も、車体番号420-131から、アルミ製となった。全長は、中間車が 2800mm、戦闘車は、運転台の分長い 23300mm で、全幅は 2900mm である。 側面には客用の両開き式の扉が4つあり、扉間に2段式の窓が2枚ある。つま面には窓がなく、貫通路も存在しない。前面は曲面ガラスを用いた2枚窓で、3つの全消灯と窓状に方向膜も持つ。車内は先頭車の車端部を除き、前席ボックスシートで扉間に片側2組が配置される。 車体の塗装は明るい灰色に窓周りをオレンジ、青などに塗り分けたものであったが、1990年代後半にドイツ鉄道のコーポレートカラーである交通赤色に一部白を配したものに塗り替えられた。なお、シュトットガルトに配備されている末期に製造された編成は ET420 プラスプロジェクトに基づいて2006年頃より車両の更新工事が行われた。 冷房設備の追加、行き先表示の LED 化などの旅客案内装置の改良、座席の取り替えなど423型電車に準じた設備改良が施されている。本社は使い勝手の良い S バーン用項、性能電車として、常実のように旧西ドイツ各地に投入された。1編成単独3両の単編成、2編成並結6両の中編成、 三編成並結給料の長編成のいずれかで運行された。しかしトイレ設備を持たないため長距離路線があるラインルール地区では再び客車列車方式に戻されている。1998年に新型の423型電車が登場し、420型は初期に製造された編成から廃車が進められている。ミュンヘンスバーンでは二千四年頃までに置き換えが、 完了し、ラインマインの S8.9 系統やシュットットガルトでも430系の導入で2016年までに撤退している。一方で、車両不足を補うため420型が再導入された地域もあり、他都市からの転属により、ラインルール地方では2004年に、ミュンヘンでは2014年より420系の運用が再開されている。廃車になった車両のうち、 トップナンバーの421001編成は現在ニュルンベルクの DB ミュージアムで展示されている。また一部は2002年にスウェーデンのストックホルムの都市圏鉄道用に売却され X420 系電車として使用されたが短命に終わり2005年に早くも全車廃車となった。ありがとうございます。